した夜の速度が僕を追い抜いて明後日の方へ。下を向く僕はつまずいた。靴紐がほどけ膝をすりむいた。きつく口に砂を振り込めばビリビリと伝わる痛みが僕を刺す。心はバラバラだ。むき出しのままでなんとか生きてた。僕たちは人である前にただの器に過ぎぬなんて誰が言った。Yeah.